なんでこんなことになったのかしら。そもそも私たち呪霊がいるからって派遣されたわよね。そこからダメだわ、全然思い出せない。この箱の影響、この際記憶は何でもいいから、この狭すぎる箱から今すぐ出して。ねえ、僕たち任務に来てたよね。ええ、なんで工場と来なきゃいけないのかって思ってたわ。え、そんなこと思ってたの？会った時そんなこと言わなかったじゃん。学長の前だったからよ。学長がいなければいつものように文句言ってるに決まってるじゃない。ちょっとショック。いつもみたいに言わないから、ついに僕のこと大好きだって気づいたんだって思ったのに。はあ、なんでそんなこと思わなくちゃいけないのよ。自意識過剰もここまで来るとみたいに見えるわね。僕頭いいよ、歌姫よりはるかにね。殴ってやろうかしら。でも発言はみたいよ。じゃないもんね、その言葉小学生が言いそう。はあ、発言だけじゃなくて体も小さかったらな。この僕の完璧なスタイルに文句言ってるの？どちらかというと今そのスタイルのせいで困ってるんだけど。仕方ないじゃん、この箱サイズ感ガン無視されてるんだから。そうね、とりあえず大人2人が入る箱じゃないわ、子供1人で十分よ。子供がこんな箱に入っちゃったら秘密基地にしそうだよね。小さい秘密基地ってこと？そうそう、子供ってそういうの好きじゃん。五条も秘密基地みたいなこと憧れたことあるの？え、秘密基地は今でも作ろうと思えばできるじゃん、憧れじゃないよ。こいつほんと中身はいつまでも子供だわ。あっそ、じゃあ今回は新しい秘密基地が完成したわね。ここは狭いからもういいかな、足が伸ばせない秘密基地は嫌だよ。相当広くないとダメでしょうね。僕のスタイルが良すぎるからね。いちいち自慢挟んでくるな。会話してる間は気を紛らわせられるけど、この至近距離に歌姫ってドキドキするよ。しかも狭い空間だから他を見てごまかす余裕もないし。はあ、どうにかして抜け出せないかな。歌姫と二人なのは楽しいけど、狭くなかったら最高だったのに。ねえ五条。うん、どうしたの？なんかこの箱揺れてない？え、考え事してたから気づかなかったよ。気のせいかしら、なんか揺れた影響で回転しそうで怖いのよね。回転してくっついちゃったらドキドキしてるの伝わるじゃん。それは怖いな。でも体勢変えるのにちょうどいいとは思っちゃうけど。あー、確かに同じ体勢でいると辛いわ。私もこの体勢結構しんどくなってきちゃったし。僕の方寄りかかってもいいよ。遠慮するわ。あはは、歌姫らしい。まあひどくなったら頼るかもしれないけど。うんうん、その時は寄りかかってね。その前に出られるのが理想だけど。本当ね、何か出る時の条件とかあったりするのかしら。うわ、本当に揺れてる。やっぱり揺れるの？っていうかバランス取れない。歌姫、ちょ、近すぎ。キャッ。落ち着いた？そうね、ただ結構揺れが激しくて気持ち悪くなったわ。大丈夫？でも下を向くと気持ち悪さが余計にひどくなりそう。顔色が悪い、早く出してあげないといけないな。今できること、歌姫、体勢変えようか。でも難しいでしょ。なんとかなるよ、歌姫が座る形なら気持ち悪さも減るんじゃないかな。できるかもしれないけど。五条、動けそう？僕は何でもできるからね、大丈夫だから、ゆっくりしてて。ありがとう。そもそもこれ箱の中なんだよな。ってことは歌姫が座る形に箱の向きを変えれば、僕が歌姫の方に力をかければ問題ないね。よし、そうしよう。歌姫、ちょっとそっちに箱を押すけど、気持ち悪くなったら教えてね。わかったわ。じゃあちょっと抱きしめるよ。抱きしめる？うん、そうじゃないと動けないからさ。そうね、狭いから仕方ないわ。そうよ、これは仕方ないの。仕方ないけど、なんか恥ずかしくなってくるわね。少しだけだから辛抱してね。大丈夫よ。よっと。これで歌姫が下を向く必要なくなったんじゃない？そうね、座れる体勢だからちょっと楽になったわ。それはよかった。五条はひどくない？僕はさっきまで座ってたからね、痛くもなんともないよ。それに
こっちの体勢の方が足が痛くないって分かって結構楽。そう、ならよかったけど、それにしてもいつまでこのままでいればいいのかしら。全く分からないから困るよね。不思議とお腹も空かないし、喉も乾かないから、どれだけでもいられるしさ。確かにお腹空かないわ。というか今何時くらいなのかしら。それすらわからないのも困るんだけど。1時間経ったくらいだと思うよ。じゃあ11時過ぎくらい。どうしましょう。午後から授業入っているのに。え、今日って授業もするの？するわよ。こんな箱に閉じ込められる予定じゃなかったもの。それは僕もそうだけど、僕この後休みだったから歌姫と遊ぼうって思ってたのに。遊べないのよ、悪いわね。あ、このまま箱の中にいたら歌姫と遊べる？現状遊べてないのに何言ってんのよ。っていうかそんなことで生徒より優先するわけないでしょ。遊ぶなら別の日にしなさい。遊びたい。何歳よ。みんなこう言うと遊んでくれるのに、歌姫ってケチ？はあ、ケチじゃないっての。ちょ、この中で暴れないで。キャッ。うわ、出られた。出られたわね。どうしましょう、頬が熱いわ。ごちゃごちゃした中で歌姫にキスしちゃった気がするんだけど。っていうかキスしたら出られるっておとぎ話じゃないんだから。うわ、今僕結構顔赤い気がするな。とりあえずごまかさないと。出られてよかったね。本当ね。ドキドキする時間が結構多かったけど、結果出られて安心したわ。五条はなんてことないって顔してるのがちょっと腹立つけど、私意識しすぎかしら。これで授業出られそうじゃん。そうね、安心したわ。歌姫、その、何よ。さっきのは事故だから、その次はちゃんとした時にしたいな。そんなこといちいち言わなくていいわ。じゃあ言わずにしてもいいってこと？うるさい、聞かないでちょうだい。歌姫からいつでもキスしていいって言われたみたいで嬉しいな。調子に乗りすぎよ。だいたいあれは五条が怒らせなければ怒らなかったことでしょ。でもそのおかげで出られたんだから結果オーライじゃない？それはそうかもしれないけど。それにしても初めから歌姫を怒らせればよかったんだな。でも歌姫を怒らせるのって結構大変だよね。いつもの行動は何なのかしら。え、いつも何かしてたっけ？自覚のない行動は一番ムカつくんだけど。あはは、何のことか全然わかんないよ。っていうか歌姫、今もちょっと怒ってる？怒ってるわよ。これくらい気づきなさい。そんなこと言われてもな。怒ってるって言われないとわかんないよ。常に怒ってるっての。少しは怒らせない努力を今後はしてちょうだい。歌姫怒らせるの楽しいからいいじゃん。今後もよろしくね。いやよ。その後結局原因も何もつかめないままで、私たちは無事任務を終わらせて帰ってきたわ。閉じ込められた理由もわからなかったけど、もうあんな狭いところに五条と二人っきりなんてゴリゴリね。せめて生徒と一緒にしてほしいものだわ。いや、男性陣とはやめてほしいと思っておきましょう。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。